はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルージュです。今回、お届けしていくゲーム、プレイしていくゲームですね、3DS のソフトファミスタリターンズをプレイしていきたいと思います。このファミスタリターンズはおそらくこの秋発売された、あるいは発売される野球ゲーム唯一のものなんじゃないかなというふうに思いますので、野球ファンの皆さん待望のソフトということかなと思って期待はしているんですけども、久しぶりのファミスタということで早速プレイしていきたいと思います。で、今回プレイしていくモードですね、全部で4つありますね。オンライン対戦、ファミスタクエスト、ドリームペナント、そしていつものファミスタと4つ種類があるようなんですが、今回はその中からドリームペナントをプレイしていきたいと思います。で、このドリームペナントですね、自分だけのマイチームでコンピューターとのリーグ戦を行うモードということなので、まあ基本的にはコンピューターとの対戦がメインになっていくと思うんですけども、その中でどうやら選手をね集めていくと、実在選手あるいはレジェンド選手なんかを集めていって、まあ強いチームを作るというのが目的になっているようですので、このドリームペナント早速始めていきたいと思います。さあ、ウェルカムトゥドリームペナントということで、下の方にねちょっと小さいんですけども説明書きも出ています。まあさっきお話したように強いチームを作るために選手を集めてねというようなことが書かれていると思います。で、このファミスタポイントっていうのは試合をするとゲットできて、そのファミスタポイントを使って選手をゲットという流れですね。なので、まあ試合をするのが前提になっているモードになっています。で、そのファミスタポイントを使って手に入れた選手は試合に出場させることによって経験値が溜まって、経験値が溜まると例によってレベルがアップしてスキルを覚えたりするということのようですね。さあ、それでは早速、ドリームペナント本編ですね。どのチームを使うかというところなんですけども、どのチーム使おうかな。この当チャンネルご覧いただいている方、ワンダリングルフィッシュ、僕はアンチジャイアンツだというのは、よくよくご存知の方多いと思うんですけども、まあ、ここはあえてそのジャイアンツでプレイしてみたいと思います。で、コンピューターチーム、まあ、これはセリーグで組んだ方が面白いと思うので、セリーグで組んでいきたいと思います。で、でも今季優勝の、あれだな、スワローズが入ってない。ヤクルトを入れて、タイガース入れて、カープも入れたいしなぁ。あと、ジャイアンツもコンピューターチームで入れたいんで、ドラゴンズとベイスターズはすいません、ちょっと辞典ということで。で、あとはホームスタジアムを決めていかなきゃいけないんですね。コンピューターチームが、ちゃんと5チーム選べるんだ。だったらジャイアンツはやめて、ちゃんと組みましょう。セリーグでね。で、ホームチームは東京ドーム。センター122メートル、両翼は100メートルという東京ドームでプレイしていきましょう。コンピューターのデッキ、ファーム、試合数30、コンピューターの強さ普通、イニング3回、延長あり、DH なし、まあ、これはデフォルトでやっていきましょうか。最初なんで。シーズン中にルールは変えられないということなんですが、まあ、デフォルトの設定なので、そんなに可もなく不可もなくというところだと思いますので、このデフォルト設定でプレイしていきましょう。この野球ゲームはしばらく、コナミの、プロ野球スピリッツとパワープロですねしかやってなかったので、ファミスタは本当にすごく久しぶりなんですが、どんなゲームになってるか。早速イベント発生してます。はじめまして、今日からあなたの秘書となりました、ひとみです。ちょっとひとみちゃん顔がかなり微妙ですけど、もうちょっと綺麗な子が良かったですね。まあ、プロ野球なんで、とにかく勝つことが目的だというふうに言ってますけども、そのためにはやっぱりファミスタポイントを試合で勝って獲得して、強い選手
獲得していくっていうことだと思うんですね。もう選手カードの特売もやってくれてるらしいです、このファミスタショップでは。早速ファミスタショップを利用されてはどうですかって、ファミスタポイント持ってんのかな。お、一周目はスワローズとの対戦ですね。臨時ニュース、ドリームペナント開幕です。で、パックさんがお見えになったみたいですね。若。なるほど。今ので期待しているよっていう風に話してくれたみたいですね。これいるかな、この流れ。さあ、そうは言ってもファミスタポイント1000ポイントもらえたのでありがとうございます。それではちょっと選手カード見ていきますか。ファミスタポイントで選手をゲットできちゃうよって言ってますけども、ファミスターズ、あー、ろくな選手がいないな今のところ。ジャイアンツの選手800ポイント使ってゲットしちゃおう。まあ今1000ポイントしかないので1回しかこのガチャを回せないんですけど、強力な選手が出てくれると嬉しいですね。誰だ、 N 獲得、大竹誠か。なるほど。この N っていうのは北ノーマルっていうことなんですかね、レアリティが。なるほど、大竹誠、先発に入れましょう。こんな感じで実在選手を集めていくっていうのはすごく面白いかもしれないですね。それではマイチーム設定できっとメンバーを決められるんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと見ていきましょう。ん？チーム管理かな？現在使用中のマイチームですということなんですが、ここから選手はどうやら入れ替えはできないのかな。せっかく手に入れた大竹誠を早速先発に投入したかったんですけどね。でロードの時間とか、まあ、3DS なんでちょっと気持ちっていうところはあるんですけど、それでもねしっかり動いてくれてる感じはしますね。それでは早速スワローズ戦やっていきましょう。さっきのスタメンメンバーちらっと見た感じだとこれ2軍っぽいですね、どうやら。あ、ここであれか、選手を入れ替えられるんですね。宇都宮2軍にいましたもんね、今季途中でね。大竹を控え投手に入れましょう。うん、大竹と田口を入れ替えます。で大竹を入れて、そうか、松本とかも2軍多かったですかね今シーズン。もしかしたらジャイアンツの方は太田が4番ですね。でキャッチャーは小林、そしてピッチャーは内海というところですね。さあそれでは早速プレーの方していきましょうか。
交代する選手を選びますと、松本からは交換しないぞ。完全にちょっとすいません、初見プレイになるのでプレイ方法がちょっと微妙かもしれないんですけど、まあそのあたりはちょっとご容赦をいただきたいと思いますが、116キロのチェンジアップじゃない、ストレートですね。今のは何だったんだろう。この LR で守備位置が変えられたりしますね。打たれた。なるほど、こういう操作方法か。かなりチープな操作方法になってますけど、その分誰でもプレイはしやすいかもしれないですね。で、投げた後ですね、自分で曲げることができますね、球を、十字キーを使って。なるほどなるほど、ちょっとずつプレイ方法が分かってきました。あ、そうだったな、この十字キーで曲げたりできましたね、ファミスタは。で、守備も自分で、操作するんですが、基本的には十字キーで押して、落下点なりボールが飛んでくるところに入れば、キャッチは自動でしてくれますね。で、投げるときは十字キーと A ボタンで、塁を指定して投げる感じになってます。この音楽は本当にあれですね、懐かしい音楽ですね。一番松本は打ち上げて、ライトがかなり前に出てきましたけど、そして寺内、どうだ、アウトですね。サクサク感は半端ないですけど、おお、なんだ今の魔球みたいのは。何このボール。うわー、最後は110キロ。なんだろう、決め球。これを3回プレイするみたいですね。まずは118キロ。これはキャッチャー、取れないですね。スタンドに入ります。このスライダー、ストライクですね。基本的にはスライダー、あとは、ストレートと、シュート。このあたりしか、ちょっと投げるボールがなさそうではありますね。これで2アウトですね。あ、ごめんなさい、3アウトチェンジですね。さあ、4番、太田。ファインプレー。ちょっとまだ1本もヒットらしいヒットが打ててないんで、Y ボタンで強振ですね。どうだ、これ入るんじゃないか。おー、初ホームランです。基本的には強振使ってた方がいいな。Y が強振、A がまあミートっていうんですかね、パワープロでいうところの。で、X が、バントになってます。ボテボテの当たり。あー、間違えた。投げるところを間違えた。これで、相手がタイムということで、バッターが代打出てますね。西田に。これバントの指示が出てるみたいですね。これはゲッツーだ。ちょっと操作方法を間違ってしまって、ピンチを招いてしまった。
これはうまい。どこにも投げられないか。これはファールですね。これはもうホームゲッツー狙っていくしかない。ダメか。これでワンアウト満塁。間違えたこれでワンアウト満塁になってしまいましたね。そしてここであれか、スクイーズなんて使ってくるか、この場面で。逆転された。今のは犠牲フライですね。これはファーストが取って逆転されましたけども、なんとか2点でしのぐことができましたね。さあ、こっちもタイムを使って代打を送っていきましょう。小林じゃなくて誰にしようかな。セペダにしましょう。一発狙いでいきます。142キロストレート、速いな。あ、強振できる回数は決まってるんですね。ちょっと待って、代打、打つ見ちゃダメだよ。浜松に変えましょう。なんだこの魔球じみたボールは。ツーアウト、追い込まれた。松本出ろ。ファールか。113キロストレートですね。これはボール。145キロ、これがストレートかな。さっきのはなんだろう、チェンジアップ。うわー、最後は空振り三振でゲームセット。初戦は残念ながら落としてしまいました。まあ、あの試合自体は誰でも簡単に操作できるような感じになってますね。まあ、惜しくも敗れてしまったということで、初戦をね、勝利で飾ることができなかったんですが、2回目は頑張っていきましょう。ああ、がっくりしてますね。さあ、ヤクルトとの2戦目です。臨時ニュース。3番から5番のクリーンナップが打つと、経験値がいつもの3倍。すごく嬉しいことだというのはわかるんですけど、どれくらい経験値がもらえてるのかがちょっとわからないですね、今の時点では。さあ、プレイボールです。今日の先発は、ガチャで引いて大竹です。さあ、大竹143キロストレートが外れてます。これシュート、決め球で、あ、決め球が Y ボタンなんだな、きっと。さあ、落下点に入ってます。さあ、このセカンドゴロを打ち取ってツーアウト。初回はここまで順調ですね。さあ、まずは1番松本、初球はストレートボール。これはスライダーかな。これシュート。基本的に変化球はスライダーとシュートしかないですからね。これは打ち上げてますね。
さあ、2番寺内。総力は B ありますから、転がせば、あるいは、お、いい感じじゃないか、これは。いいですね。かなりのボテボテの当たりですけど。これも、いいんじゃないか？いいですね。ボテボテの当たりが、内野安打になって。そしてこれはどうだ？は、いいんじゃないか？ツーベースか？一点先制ですね。さあ、岡本。これ146キロのストレート。バントです。じゃあ、浮いた！危ない危ない。今のボールはちょっと打てないな。さあ、もう一点ぐらい取っときたいですけど。今の魔球みたいなの本当なんなんだよ。これ、決め球のスライダーですね。さあ、大竹のピッチング。これはライト落下点に入ってます。これはセカンド正面のあたり。これで2アウトまで来ました。うわぁ、取れないかー、抜けたー。これは決め球のシュートが決まってセカンドフライで3アウト。さあ、2回の裏。これはファール。149キロのストレート、空振り三振。強振していったんですが、思い切って空振りです。ちょっとボテボテのヒットしか打ててないなぁ。これ120キロ、ストライク。お、ピッチャー落としてる。どうだ？アウトだな。このベンチに下がっていくときは足速いのに、なんで一塁に走っていくときはちょっと足が遅いんだ、みんな。さあ、最後は決め球。シュート。いいですね。サードゴロです。そしてここで相手は、代打を送ってきましたね。このまま、なんとか、1点差を守りきれば、初勝利ですね。決め球シュートが決めて、2アウト。最後のバッターになるか、田中。これはいい当たりだ。これで2アウトながらランナー2塁というところですね。ちょっと慎重に攻めていきたい。強振狙ってきてるしな。ただこれは追いつくか。よーし、3アウトチェンジ。チェンジじゃない、ゲームセットですね。完封勝利ということで、大竹がジャイアンツに初勝利をもたらしてくれました。経験値がこうやって手に入るんだな。で、プレイヤーレベルっていうのも別にあるんですね。嬉しそうな感じが出ましたけど。さあ、3戦目ですね。
ゴールデンイーグルスの選手はいらないよ。でも一応お願いしてみようと思ったけど、どうしようかな。いやー、ここはガチャのために貯めときましょう。今日のジャイアンツの先発は誰だ。今日のジャイアンツの先発は、さあ、小山ですね。決め球はフォーク。フォークとかってどういう感じになるの。あ、こういう感じなんだな。さあ、まずは田中を三振に仕留めて、2番の西浦というところですね。119キロのチェンジアップ、最後は決め球のフォークで仕留めましょう。空振り三振。142キロのストレートが外れて、カウントワンボールワンストライク。チェンジアップが決まって、ワンボールツーストライクですね。ちょっと1球外しましょうか。おお、これが空振りですね。さあ、松本哲也、これは落ちるか。ダメだな。ファールボール。ちょっと強振は積極的に狙っていきますか。強振3回振ってったんですけど、1回の表の攻防は両軍0点で終えてます。うわー、取れないか。これ取れなかった時のなんていうんですかね、絶望感みたいな半端ないな。とにかく外野の足が遅すぎるんで、外野の間を抜かれちゃうとかなり厳しいですね。となると外野は無理して突っ込むよりもやっぱり無難にヒットは許すっていう方がいいかもしれないな。ちょっとここはもう空振りを取りに行きたい。決め球でいいですね。フォークで空振り三振。2アウトもできたんで、なんとか0点でしのぎたい。ダメだ、抜けるか。抜けるな。これもツーベースになるか。2点差はちょっと厳しいんで抑えたいですけど、なんとか1点差のまま。これはキャッチャー小林、落下点に入ってますね。よし、最小失点の1点でなんとか切り抜けました。うわ、太田1回しか強振できないのか。なんとか抜けろ。よし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 。これでツーベースになるかな。よし、ツーベースですね。なんとか1点返して同点に追いつきたいですね、この回。今のボール、ほんと何なんだろう。魔球児見てますけど。これが外れてカウント2エンド2。平行カウント。うわぁ、最後は例の魔球で仕留められました。
これは落ちるんじゃないか。よし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 。うわー、アウトかー。スリーベース狙ったんですけど、ダメでした。さあ、ここで、スワローズの方は、代打、西田を送ってきましたね。よし、決め球フォークで空振り三振。ちょっとスタミナがなくなってきてるんで、もし延長に入るようなことがあれば変えていかないといけないかもしれないですね。ただフォークはかなり有効だな。空振りが取りやすい。うわあ、ヒットを許してしまった。これは追いつかないね。ただこれで追い込みましたね。追い込んだんで最後魔球フォークで空振り三振。3回の裏、ここはね、ヤクルトとの3連戦勝ち越しのためにもなんとか、取りたい。切れるな。よし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 。ノーアウトランナー二塁で、ここで代打を送りましょう。セベタを送ります。これはダメだ、戻った方がいい。よし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 。そして松本哲也。がー、残念だな。今の抜けなかったか。ランナーちょっと飛び出しちゃいましたね。そしたらどうしようかな。リリーフ笠原を送りますか。バター雄一です。決め球はくしくも同じフォーク。フォークいいなぁ、本当に。安心して投げられる感じがありますね。これで難なく2アウトまで来ました。これで3アウト。最後はファーストライナーの当たり。この回ジャイアンツは2番寺内からの好打順ですね。抜けた。よし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 。ここは3番4番と続くクリーンナップなんで、バントは使わずに強行しましょう。まあ戻れ。よし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 。危ない危ない。これはファールチップ。これで追い込まれてしまった。114キロ。これはボール球ですね。そしてこの変な魔球。さっき二塁打打ってるんだな岡本は。ちょっとタイミングが早かったか。お、これはいいんじゃないか。抜けろ抜けろ。うわー、ファインプレーかー。悔しいな。追い込んだらワンパターンですけど、決め球多くて空振り三振。これはセカンドからですね。お、ここで相手は代打送ってきますか。追い込んだら決め球のフォーク。もう面白いようにバットが空を切ってくれますね、フォークは。
まずは初球ボール。ピッチャー徳山に変わってますね。決め球は同じフォーク持ちか。これは抜けるね。ライト前ヒット。ここは手堅く送りバントしていきますか。そしたら これでワンアウトランナー出る。さよならのランナーを二塁に置いて小林。これはボテボテの当たりだぞ。よし、ランナーは三塁に進んだんでシングルヒットで確実にさよならの当たり。ここで笠原、代打を送りましょう。最後の代打浜松。この魔球抜けないか。これはダメだな。5回で決着つかずというとこですね。もうピッチャーが高木亮しかいなくなっちゃいましたけど、何回まであるんだろう延長は。5回で終わりかなと思ってたんですけど、6回までありますね。そしてこれがツーベースになりますね。ノーアウトランナー二塁。なんとかこの回抑えたい。なんとかツーアウトまでこぎつけて4番雄一。ちょっとチェンジアップってどういう球になるんだろう。あ、こういう感じになるんだ。そしてこれは抜けるか。おー、ファインプレー、ナイスプレー。さすが松本ですね。そしてその松本が、松本足速いよ。これでノーアウトランナー二塁。ちょっともう一球ね、バント。うわー、これも打っていくしかないな。なんとか転がしてライト方向に。うわ、そして魔球だ。なんとかこの回でもう終わりにしたいんですけどね。うわー、落としてるよー。146キロのストレート。ちょっと打てなかったな今のボールは。そしてこの魔球、抜けろ。ダメだなこれは。あ、6回で延長戦終了ですね。これは1対1の同点です。両者譲らずということで、ファミスタリターンズのドリームペナント、最初はヤクルトとの3連戦をお届けしてきました。ちょっとまだ操作方法とか慣れてない部分があってお見苦しい点もあったかもしれないんですが、ファミスタリターンズどんなもんかというのは、一通り見ていただけたんじゃないかなというふうに思います。次回はですね、広島カープとの、試合をお届けしていきたいと思いますので、ぜひぜひそちらの方もお楽しみにしていただければと思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。